フォーマ p 9 0 1 f はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモ初のテレビ搭載端末として登場。ワンセグ及び地上波アナログ放送に対応している。p 9 0 1 f 発売まで地上波アナログ放送を含めてドコモはテレビ搭載端末を発売していなかった。そして、 ワンセグ対応としては2番目に発売を開始した端末ホーマ d 9 0 3 i f 発売まではドコモ唯一のワンセグ対応端末だった。また2008年5月現在後継機に関してアナログテレビ放送受信機能を搭載した機種は発売されていないので NTT ドコモから発売されているテレビ搭載端末としては唯一地上波アナログ放送に対応している。 外部メモリーはミネスドカード対応でドコモでは512メガバイトまでの松下、東芝、サンディスク製について動作確認を済ませている。カメラ性能はアウトカメラはニューメイコバイハンで有効画素数約201万画素、最大記録画素数約192万画素。アプリケーション CPU として松下電気製のアニフィアを採用した。この端末のボタンは 黄緑色に光る。東京都内のある量販店の発売当初の価格は39,900円。ドコモのハイエンド端末の中でも最も高い価格帯に設定されていた。初の TV 対応モデルだったためか、最初の発表から発売まで半年近くかかった。対応するサービスは開発当時の 901i 相当で、同じ時期に発売された 902i シリーズが対応する。 プッシュトークや i チャンネル、フォーマプラスエリアには対応しない一方、900に i 相当に引き上げられている機能もある。音楽再生は SD オーディオの再生機能はなく、i モーションでの再生となる。i モードフェリカ機能を搭載しており、お財布携帯を利用可能。携帯端末向け地上デジタル放送、ワンセグ及びアナログ放送対応のテレビチューナーを搭載。 連続3時間のテレビ視聴及び内蔵メモリに30分程度の番組録画が可能2.5インチのディスプレイを備えており P505IS などで採用された回転二軸ヒンジを利用して画面を横に90度傾けた状態で視聴できる字幕放送は非対応画面比率が4、3のため額縁放送となる場合もあるこの機種では フォーマーカード未挿入状態でもテレビが見られる。このため、テレビ機能目当ての消費者の一部が、購入後すぐに解約する例もあり、端末の費用だけではなく、月々の利用料から収益を出すキャリアとしては、不都合なことから、903イフシリーズ以降は、フォーマーカードが挿入されていない状態では、テレビ機能が起動しない仕様となった。しかし、その制限は2008年秋冬モデルより、 端末はユーザーの所有物であるという観点から再び廃止され、それ以降発売の機種は本機のようにホーマーカードなしでもワンセグが起動するようになっている。アナログ放送を長時間にわたって主張する際は内部の基板や処理装置から発生する熱で本体の表面温度が高くなることがある。地上デジタル放送の視聴の場合はこの問題は発生しない。ありがとうございます。